検証、社長とのテレビ会議中にミュートにして適当に相槌打ったらバレるのか。皆さんこんにちは、ハラミンとリオナリです。はい、ということで始まりました。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。リオナリさん、はい、今、まあ、こういうご時世ですから、ね、リモートだね。そうです、リモート撮影だね。リモート撮影じゃないですか。すごいね、これ初めてやった。本当ですよ、大変ですよ。今はちょっとごたごたというか、動機がどうたらこうたらみたいなねいろいろありましたけど、まあ、もっかリモートワーク中なんですよ、はい、我々、うんうん、で先日マックスのLINEチャンネルでオンライン飲み会の動画撮ったじゃないですか。そうね、飲み会はやったね。そう、飲み会やりまして、であのね動画撮影中にね、私こうちょっとふと思ったわけですよ、うん、あれこれ村井さん喋ってるけど、うん、これ喋ってる間にまあミュート、うん、にしたらミュートにして適当に相槌打ってもこれバレねえんじゃねってで悪いやつだな思っちゃったんですけど、っていうのもね、違うんですよ、っていうのも聞いてください、はいはい、なんかツイッターでちょっと前に流れてきたんですけど、はいはい、なんか今学校もオンライン授業とかっていうのやってるらしくて。ああ、はい、ありますね。そう、うん、でそのなんか権限、管理の権限かなんかを生徒に渡しちゃって、うんうん、でそれでなんか生徒が先生の授業を全部ミュートにしちゃうみたいなっていう事件が起こったんですっていけません、そんなことやったらいけませんよ。 そんなことやったらいけないんですけど、ダメです。これをだから社長に、我らがマックスは社長ですよ、うん、社長に対してやったらバレるのかバレないのかっていうのをちょっと検証したいなっていう。いや俺バレないと思うよマジで。で俺らはだから村井さんの声聞こえてないわけでしょ。俺ら村井さんの声聞こえてない。そう、村井さんの映像だけ見てるってことだ、ね、そうそうそう。で村井さんがなんかこう身振り手振りとこう喋ってるじゃないですか。あと口で分かるじゃないですか、わーって喋ってると、で俺らは、あそうなんですね、あはははみたいなやるんですけど村井さんの声、俺らの、うん、俺らの声は聞こえてる、ね、俺らの声は出てる。そう、出てるんですけど、ね、そう、やばやばいですよ、やばいな。まあまあ意地悪ですよこれやばい企画だなまあ、今からあと30分後ぐらいに村井さんと、うん、まあ、我々テレビ会議じゃなくてテレビ、オンライン撮影じゃないですか、うん、これからオンライン撮影が始まるんですよ、うん、ね、で今こうテレビ会議やってる、アプリを使って村井さんから電話がかかってきます、うん、で俺とリオナイさんがそこに参加して、で撮影が始まります、うん、でその撮影も偽企画なんですけど、まあ、我らがアップバンク事務所をね移転するということで、うん、あそこ前まで使ってた事務所でね、散々いっぱい思い出あるじゃないですか我々。ありますね。そう、だからその思い出をみんなで語るみたいな企画をやるんです、うん、いい動画。そう、いい動画でしょ。いい本来いい動画で熱い動画になるはずなのに我々はミュートしてるっていう村井さんの熱い気持ちを何も入ってこない、ね、そう、何も入ってこないで俺ら適当に、あなるほどみたいな最悪な、そうっすねみたいな、そうそうそうっすね、あいいっすねみたいなことを言ってバレるのかっていう動画を撮っていきたいと思います。さすがに、さすがの村井さんもでも怪しむか分かんねえな。いやどうだろうな、ピュアだからな。でもな、お前ら全然話題出さねえなみたいな。そうですね、なるかもしれない。だから振られた瞬間に終わる。そう、振られた瞬間に終わりますよ。振られた瞬間にハロミさんはどうみたいなことを言った瞬間に、俺らはそうっすねとかって言ってるわけだからそこのドキドキもちょっとなんかこう今振られたかなみたいなのを、そう動きでね、動きとかで判断して頑張ろう。あとそうっすね、okay、どのタイミングでミュートにするかとかもいろいろあるじゃないですか。あそうだね、だからちょっと撮影最初は普通、最初は普通に話してて、そう最初は普通に話してて、でちょっといい感じになってきたなってなった時に、なんかお互いミュートにします。ミュートにする場合のなんかサインとかも決めといた方がいいと思うんですよ。あーなるほどね、なんかミュートサインね、こういうことやるとか、なんかこういう何それ、それ何映ってねえんだよこうやって、これミュートサイン、何それ何のサイン、M、いや不自然すぎるだろミュートの M、 ミュートの M、 こんな急にやりだしたら不自然すぎるだろ何やってんだほらミンさんってなっちゃうじゃねえかいやおかしいおかしいおかしい、これでいきますか、これこれ何これ、なんか手あげましょう、ま、じゃあ参りますとします。あこれにしますか、参りますっていうふうにこうやってやったら、こうミュートバーッと音落として今あいつやってんなみたいな、でもう一回、もう一回こうやってやったらまた復帰してますみたいな。 OKOK、うん、大丈夫かな、分かるかな、これが合図ね、うん、分かる。途中でこんなごちゃごちゃになってもまあそれはそれでいきましょう。というわけでじゃあ
数分後にマックスマイから電話かかってくると思いますので、そちらでねまた撮影していきたいと思いますが、はい、というわけでじゃあ行きましょう。ブライさんにそういう検証を仕掛けていくぞ。いや、お疲れさんです。聞こえます？聞こえます。あ、オッケーオッケーオッケー。今こっち側の録画云々のセッティングをしてまして、はい、皆さんこんにちは。マックスライト、リオナルト、ハロウィンです。アクマック新宿の事務所の思い出を語る、イエーイ、オンライン版、オンライン版ねえ。まあもう移転ですよ、村井さん。移転ですね。移転か、ね、でまあ何回か言ってますけど、はいはいはい、はい、まあ、本来移転するってなったら事務所を上げて、でここにこれがあったねとか、こういうのやったねみたいなのを語りながらね、生放送とか動画とかやるじゃないですか。その後現状回復があるので壁とか全部ぶっ壊されるんですよ。あら、もうただの真っさらな本当ワンルームになるので、はい、会議室とか壁で分かれてたじゃないですか、はい、あれ全部ぶっ壊されるんですよ。へえ、そうなんだ。そうなんですよ、うんうん、で実は今ねこれお昼時じゃないですか、うん、はい、その本来であれば次の事務所で今日やってる予定だったから、うんうん、もうすでにあの次の事務所で起動してる、うんうんうん、撮影をしてる予定だったから、はいはいはい、インターネットとかもこのために、あの時間伸ばしてもらいました。あ、そうなんですか。事務所のネットは本当はもう切れてるんですよ。はいはいはい、このオンライン会議のためにインターネットをね、ちょっとね延長してもらったっていう。なるほど、よかったですね。本当にもうギリのギリ、ギリギリで、ギリ&ギリです。あ、な感じですね。へえ、そうなんですね。マジです、マジです。だから、なんでしょうね。はいはいはい。なんもないですもんね。いや、本当なんもないですよ。うんうん。あ、広い。あ、広い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 。私はこうやってこう広く使うの非常にこう楽しくて。はい。ね、別の動画でも言ったかもしれないですけど、はいはい、この1週間ぐらい、はいはい、私の空間だけで何畳あんだろうこれ、うん、2,30 畳あったから激快適、うん、スーパー快適マン、うん、ああ、うん、ここで受け身取れるよ。受け身取れる、柔道部だよな。そうですね、リオネさんもそうですし、そうですね、取れますね。ああそうですね、リオネさんもそうですし、そうですね、取れますね。ああ、受け身取って、お前の張り受け身だ。受け身取れる、すげえ、ほんとだ、すげえ。いきなり、ああいきなりすごいでしょ、すごいでしょ。いきなりびっくりしたの。前もり下手だな。前回り受け下手だな。なんかね、下手かい。私下手なんですよ。下手なんですよ。今体中痛いもん。体中痛いですね。綺麗な、綺麗なね、前転で。そうですね。そうですね。綺麗な、そうですね。なんちゅうのかな、はいはいはい、ちょっとこの広さは名残惜しいですね。やっぱ、うんうん、私は非常にこの空間広いっていうのが好きですね。うん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 、そうですね、うん、広いですね、確かにね。いろんな、うんうんうん、広いよね、いいと思います。うん、なんか思い出どうぞ。うんうん、思い出ですか。うんうんうん、まあそうだな、やっぱり、うん、まあ、僕はもうね、退職しましたけど、はいはいはい、まあドッキリをねやっぱりやり始めたのもそこの事務所からだし。あ、そうだわ。そうそう、なんかね最初はなんかやっぱり明宝ビルに比べると物質もね意外とこう荷物を片付けるとね、はい、だいぶあれっすよ、広い感じっすよ。はい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 、もうまあ私も物質は見ましたけど、ご飯屋さんがやっぱ西新宿の方がやっぱいっぱいあってみたいな。まあそうか、そうだったね。あ、うん、やっぱ天一とか向こうあったんで。確かに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 。まあ懐かしいな。懐かしいな。2丁目っていうと、まあ、3丁目を超えてくるんですよ、私新宿駅から来るから。あれ、そうか、からなんかどっちかっていうとこう、うん、あのチキ系ですね。あのチキ系、一枚肉みたいなやつね。そうそうそう、あれをもぐもぐ派ですよ、私。あれをもぐもぐ派ですね。うん、それで言うとなんか大好きだし、うんうん、こう撮った動画で言うと、まあ、2017年のだから11月ぐらいか、なんか思い出の村井さんの中でこれが思い出の動画だなみたいなあります？あ、思い出の動画、村井さんのね。ドッキリ系統だとやっぱりどれもこれもインパクトはあるわけですよ、うん、その今まとめ動画で上がってるコーヒードッキリもそうだし、あの激辛、うん、食べ物系のドッキリのまとめもそうだし、うん、あれ見るとやっぱり一個一個
校がそれぞれやっぱ思い出っちゃ思い出よね。で、うん、そうですね。なので、なんだろうな、あ、いっぱいあるな。強いてドッキリ以外の思い出みたいな感じで言うと、なんだろうな、はいはい。一個にはね、いっぱいあるからね。いろんなゲストが来て、あの、世界的マジシャンのメイガスさんが、はい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 。マリコ様が見たね。こう、わーって、やったよね。あった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 。あったか。あれとかなかなかないよね。あれなかなかない。事務所のど真ん中であんなことすることないよね。だってわーってね。ない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 。うん。何回なんだ。なんだろうな。なんだろうな。それで言うとね、こう、うんうん、この間のしげさんと村井さんがベレットやってた時に、しげさんにこうなんか。うんパーカー着せてジャージ履かせてたじゃないですか。あの、うん、まあ、しげさんというか iPad にね。iPad、iPad、iPad にね。で、履かせてたジャージオレンジ色のあれ私のじゃないですか。はい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 。まあ、置いてったわけですけど、最初はそれで言うとなんかこうみんなメンバーカラーのジャージとか着て撮ってましたもんね。それアップバンク TV の時、ね。はい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 。そうですね。アップバンク TV の時。そうですね。撮ってましたもんね。ああ、そうだね。うん。だからオレンジのジャージ着て、村井さんもだから赤のジャージとか下履いてたもんな。おお、履いてた。懐かしいな。懐かしい。履いてましたよ。履いてた、履いてた。しげさんもちゃんと紫のジャージ着てたりとかね、ミックスさんも緑の着てやってたりとかしたし。うん。そうだよな。で、パーカーもあり。僕だけあれっすよ、あの、ジャージの生地違う。生地が違う。生地が違う。そうなんですよ。ここのフロアは基本的にもうドッキリっすよ。うん、ここのフロアはドッキリメインじゃない？いや、懐かしいな。懐かしいんだよ。会社の中でそれやりますみたいな話で言うと、うん、そのさっきからね、何が思い出かなみたいな、まあ、どれもこれも思い出なんですけど、うん、ちらついてるのは、うん、あれ、お花見をしてたブルーシート引いて。花見ね。はいはい。まあ、花はないけど、ブルーシート展開やってたでしょ？やってた。新入生歓迎会みたいなことやってたでしょ？あれとか、やりましたね、あとはその、私の席がない。はいはいはい。席がないは私は出てないな。そうかそうか。なんだろうなぁ。お。思い出探しに行った。遠いな、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 離れるね。うん、離れる。ああ。はいはいはい。はいはいはい。その、ここの3人じゃないけど、なんか、ミックスがすげえいろいろ騒いでたのとかは結構覚えてるけどね。はいはいはい、そうですね。ミックスがギャーギャー言ってたみたいなのはすごい覚えてるけどね。あいつ何しとるんやろね、今ね。笑顔だな。ええ何とか遠いんすか、もっと来てください、こっち。遠いな。あいつ何しとるんやろね。遠いな。うん、あ、いや、ちょこ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 来るな。何近い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 。圧がする圧が。なんだ、何のか、何の顔だ。何の顔なんだ。圧がすごいな。ちょっとでも、はい。見ないとちょっと頭の中がもうちょっとあれしてるな。もうモザイクとかかけなくてもいい世界行こうぜ。行きましょう。そうっすね。モザイク。モザイクね。モザイクね。モザイクの M ね。モザイクの M ね。モザイクの M ね。はい。なんかじゃあ、村井さん、この最後一言。最後一言、ね、うん。この事務所に、なんかこう、思い出じゃないけど、感謝じゃないけど、こういうことあってありがとうみたいな一言欲しいっすね。その、8年間、うん、村井、あの、モザイク、その、新宿っていう街に8年間世話になったわけですよ。8年間。で、8年、なんか、
新宿であった理由とか、新宿だからとか、なんかその街を、新宿という街をなんかどれぐらい我々は生かせたのかなは、もうちょっとこう個人的にはですよ、ちょっと消化不良感はあって、あるなんか鎌倉の時は鎌倉を散々ぶん回した感はあったんですよ。なんかアップバンクは鎌倉だみたいな、鎌倉といえばアップバンクだみたいな、なんかそういった空気感があったと思うんですけど、なんかもうちょっと街も巻き込みたかったなみたいなのはすごい思えたかな。ただ新宿ってやっぱりオフィス街だし、その事務所の中でドッキリが生まれて、そのみんなが働く中でいろんなこう企画とかいろいろやるっていうのは、それはすごい良かったかもしれないですね。なんかそれがある種一つのなんか形だったのかなとか思わなくもない、とかかな。そんな感じ、そんな感じかな。なるほどね。なんか次ね、永田町、次は千代田区に行くわけなんですけど、千代田区でまた頑張りたいですね。なるほどね。そうですね。そうですね。そうですね。いや、懐かしいな。懐かしい。これもいい思い出だな。思い出がいっぱいあるわ。ということですね。はい。はい。ということでした。ということで、終了。村井さん。はい。村井さん、終了でございます。終了。終了した？村井さん、終了でございます。終了した？終了しました。あ。ちょっと今、気づきつつあるんだけど。はい、ちょっと待って。なんすか？リオナリ、お前、今、終了したって言った？え？はい。言いましたよ。ちょっと待って。なんすか？私の声って聞こえてるよね。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、はまさかお前だ。なんすか、村井さん。ちょっと待って。なんすか、なんすか。私の声聞いてなかっただろう。どうしました。どうしたの、どうしましたじゃねえよ。急にテンション。はい、なんすか。はしゃいちゃって。この瞬間も聞いてねえだろ、話。ちょっと。なんだ。おい、あげんな。村井さん、本日の本当の企画、検証、社長とのテレビ会議中にミュートにして適当に相槌打ったらバレるのか。大成功。大成功だ。気づきました。気づく。ミュート？はい。気づきました。ミュートにしてたの？はい、ミュートにしてました。あの聞いてる部分もありましたよ。そうっすよ。僕とアラミンさんはこう手で合図をして、はい、今からミュートにしますみたいな、ミュート解除しますみたいな、はい、やってたんですよ。合図やりやってたんですよ。はい。ちなみにこれ何ですかね。さっきあのね、はい、僕モザイクって言って M やりましたけど、はい、この M は、はい、あの2人同時ミュートの合図です。ミュートの合図。何その合図。ミュートの合図いるかよ。同時にミュート。その合図必要かい。交互にね、ミュートしてたんですけど、バレないように。そう、最終的に2人ともミュートにしてた瞬間もありました。ありましたよ、はい。ら僕らは多分その時、あーそうっすねと、なるほどねと、あーっつって、あと適当に笑う。そうですか。リオナリさんは懐かしいなが多いってことが分かりました。え、簡単だ。分かりました。気づきました。会話は、はい、会話は、うん、成立してましたよ。会話成立してました。会話は成立してたよ。成立してました。はい、そんなに、はい、そこに違和感は感じてなかったよ。すごいな。相づち適当だなとか思いませんでした。思ってねえな。思ってねえよ。思ってねえな。いや、あの相づちが適当だなとは思わなかったけど、なんか、はい、全然喋ってこねえやんって思ったよ。そのエピソードとかをそっち側からの振りがねえな、振りじゃねえや、はいはい、なんか全然言ってこねえじゃんは思いましたけど、一、ね、回なんかめっちゃ遠くに行った時あったんでしょ。あったあったあった。遠くに行く前は口の動き見て、なんとなくこう
あ今喋ってるみたいな、それに合わせてこう合図ピュッピュッてやってたんですけど、もう遠くに行って口の動き全く分かんなくて、分かんないよ、分かんない、なんか言ってんなみたいなね。そうそうそう、あの時が一番ちょっとやばかったっす。やばかったやばかった、なんか言ってんだ。いや、いけるんだな。いけるな、これ。いけちゃうんだ。まあ、いけちゃうのか、俺らが普段からミュート時ぐらいの相槌を打ってるのかどうか。おい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 。それはダメだ。もっと意識高く、もっと意識高く。いけちゃうということで。はい。検証結果、いけちゃう。いや、面白かった。面白かったですね。ちょっとヒヤヒヤました。仕事なら無理だな。仕事なら無理だな。はい、業務連絡とか入ったらな。あ、まあ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 、だからこういう、いや、ワンチャンそれでもいけるのかな。ワンチャンいけちゃうんじゃないですか。いやいや、良い子のみんなで、ね、真似しちゃダメですけど。そうですね、真似しちゃダメですね。ダメダメダメ。はい、というわけで、はい、すげえな。検証結果は大丈夫ということでございました。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。